前の皆様、こんにちは、水瀬いおりちゃんです。私は今なぜか無人島にいます。プチマス。事の発端は彼女高月弥生に半ば強制的に連れてこられたのです。帰りたい。まあせっかくだし楽しんでいこうぜ。あんたは馴染みすぎよバカプロデューサー。取られたぞー。ハットだー。さあ、あの男の大移動、大移動。さすが弥生、適応してきたな。それに引き換え、可愛いからよし手当てしろよ。晩御飯の準備です。それじゃあ私お鍋用意してくるから、いおりちゃんはお魚の調理お願いします。でちょーん。食べるの切るの。ああ、わかったわかった、俺が魚やるからな。続く。本当に食べると美味しくないよ。ちょっとこの魚喋ってるんだけど。お茶目な魚だな。というわけで次回ゾッコンラブ、今日も元気にプッチまーす。だから馴染みすぎなのよバカプロデューサー。